競売大手サザビーズは20日イタリア人芸術家によるコンセプトアートとして壁にテープで貼り付けたバナナが620万ドル日本円にしておよそ9億6千万円で落札されたと発表しました作品には本物のバナナが使われておりコメディアンと題されています風刺的な彫刻などで知られアート界のジョーカーとも呼ばれる マオリツヨカテラン氏が2019年に公開しました落札したのは中国出身の暗号資産関連の企業家で単なる芸術作品ではない世界をつなぐ文化の象徴だと絶賛しましたその上でこのユニークな芸術体験の一環として今後数日のうちに実際に食べるとも語りました